シールが出る体勢っていうのはこの爪の角度、テーマは綺麗に止まる判断言葉の人だからこのラインを出す力量一番簡単な1対1の勝ち方ディフェンスとかディレクションかけるでしょこのラインを常に攻める一番簡単な1対1の勝ち方で、個人技に絶対必要なのか、どんなにチームスポーツでも、やっぱ個人技が必要で、必ず1対1で勝てるのが前提、もしくはある程度抜いていって、囲まれた時にさばくとか、基本的に1対1で全部抑えられたら何もできない。だから、必ずそれができる一番簡単なシンプルな方法を一つ。構えたら前の足と後ろの足が必ず出てきますほとんど平行の人でこうやって待っている人はいない絶対にどっちかが微妙に前になるその前にある方の足をパッと見分けること一つ、ね、次二つ目その足をアタックしていくことこれが二つ目こんだけのルール足入れ替えてそしたらこっちでこっちをアタックするこれなんでこっちの足をアタックするか分かるそうそうターンしないといけないどうしてもこっちをやられたらこの人足を引かないといけないからその分ちょっと大変なんだよ動きがでもしじゃあこっちの足アンダーの足今トップは前足アンダーを後ろ足っていうよ、ね、トップとアンダーで言うからねトップの足を攻めるときは必ずヒップ腰が開くけどアンダーの足を攻めるときはそのまんまついてくるねでよくディフェンスとかディレクションかけるでしょどっちかに行かせるようにだからどっちか行かせるようにしてこうやってるってことはこっちに行ってほしいねでも大体いろんな高校の試合とか大学の試合とかプロでもそうだけど見てるとディレクションかけられてる方向がスペースがあるもんだからそっちがフリーだと思ってみんな抜いてくるけど相手はディレクションをかけてる方向に抜かせることによってチームのシステムもローテーションがうまく組めるようになってるそのためにみんな練習してるのディレクションだからだったら逆を行った方がチームの相手のシステムも崩れるし、ね、1対1としても腰を開かないといけないから有利だでさっきケイジ君が言ってた前足を攻めましょうって言った時のレッグスルーの時にじゃあこっちでじゃあアンダーを攻めましたアンダー攻めないといけない時ももちろんあるその場で判断だよねそれはだけどこの攻めた時にこっちが前になったらこれドンっていけばこっちがすごい不利な体勢になるわけだからトップをまず見極めれるこれが一番大事今は1対1においてね今ねで今やりたいことはこっちの足を出していく今ピボットの足と動く方の足はフリーっていうフリーフットフリーに動くからフリーピボットフリーフリーの足の側に前にしてもらうように今練習ね見えるようにこうフリーの足とディフェンスの前の足が揃うようにで何がしたいかというとこのラインを常に攻める意識を持って一回ジャンプをしてで戻ってジャンプでこうジャンプでディフェンスするからディフェンスしてもらってこう来られたらどう動くかを見るそれだけこうしてそれだけ自分がジャンプをしながら相手がどう動くかなトップの足はどう動いてるかなっていうだけを今見てるパートナーでやってますで忘れてほしくないのは相手の足を攻めようとして大股になるこれはさっきのダブルの練習からやってることで本当はちっちゃい攻めて自分のフレームの中に収めてこういってこういこうとして
足を、はい、パスポートで行きます。ジャブをする、ジャブをフリーからトップへジャブする、でこの人が下がるとします。だからこっちの足を一回引いて反対の足を振ってる、ね、下がる、こう下がる、もう一回、はい、もう一回いくよ。これをまた大幅にしないと自分のフレームの範囲内で、ジャンプして抜いてきて、で抜くんだけど、もうおーって抜くって感じで、もうちょっとだけ回して、はい見つけた、これをまず入れて、でドリブルした時にボールを前に出すとこういう感じになる。引き裂くようにこう振る。で、これはオーバーです。